井上昇4月10日から1971年7月26日は日本の最高裁判所判事、千葉県出身、井上義行の息子として生まれる。1913年3月に東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1917年に判事となり、1927年12月に東京高祖院判事。 1933年に大審院判事、1937年に司法省の初代調査部長となる。1939年から再び大審院判事を務め、在官中は慶応、明治、専修大学で民事法を講義した。裁判官任命諮問委員会による諮問の結果、1947年8月に最高裁判所判事に就任。 三鷹事件など刑事事件の裁判の最前線で活躍した。改定日に法廷に遅れることもしばしばで、その度に初期間が玄関まで報復を持って出迎えたという伝説がある。1955年4月に定年退官。1956年から1961年の間、日本野球機構の第二大コミッショナーを務め、米田哲也の反急。 阪神の二重契約問題を裁定するなど、法律家としての知見を活用し、プロ野球の発展に貢献した。1964年4月に、君一等随法賞を受賞した。1965年に特別表彰で、野球伝道入りした。1971年7月26日、廃棄種のため、東京都目黒区の東方大附属大橋病院で86歳で、死去した。 昭和11年度版帝国人事大観、帝国日日通信社、1935年、ホイ45ページ。ABCD 野村次郎、最高最前裁判官24ページ、勇者の物語から、ドラバンシップ6番外編、田所隆一、半球に、軍配、米田の希望最低前に聞いていた、産経新聞2020年8月11日、野村次郎、 最高裁前裁判官25ページ。ありがとうございます。